番センター坂巻くん。さあ7回の表、西大和学園高校は3番の坂巻拓からです。一段と一塁側応援の声が大きくなりました。初球アウトコースいっぱいストライク。ともに2番手ピッチャーを起用しております。大宇田吉野はピッチャー2番手坂口、三遊間破っていったレフト前のヒット。この回の先頭バッターの坂巻、三遊間を破りました。これでチームのヒットは4本になりました。ノーアウトランナー1塁です。3番の坂巻が出て、バッターボックスには4番の川村勇輝。4回目のバッターボックス、まだヒットはありません。バッターボックス4番の川村、初球はアウトコース、臭いところをつきましたがボールです。バットを長く持っています。4番の西山田学園の川村、アウトコースいっぱい、ワンエンドワンです。ファーストランナーは坂巻です。引っ張りました。三塁線です。三塁取った、ボールは一塁に送る。進塁打の格好になりました。ワンアウトランナー二塁に変わっています。サード中原君。左バッターボックスに5番サードの中原大地が入っています。丁寧にボールを送りました。マウンド上2番手の坂口、ボール1です。その坂口がセカンドランナーを見てセットポジションから三遊間破っていった、マップレス。さあレフト前、ランナーは3塁に止まる。ワンアウト1塁3塁です。三遊間をマップレスに破っていきました中原の当たり。さあチャンスを広げます。ワンアウト一三塁、中原とそして坂巻が塁上。バッターボックスには畑恭生、よく守りよく投げそしてよく打ちます。畑スクイズはありません。ワンアウトランナー一塁三塁です。サインを送るのは石山と大麻直也監督、26歳2年目。坂巻と中原が塁上です。バッターは畑、ピッチャーの正面、あとランナー出ている、飛び出している、三本間に挟まれます。キャッチャーボールを取ってタッチする、アウト、ツーアウト。この間にランナーは三塁と二塁に進んでいます。サードランナーの坂巻が三本間に挟まれました。その坂巻がタッチアウト、この間にランナーはそれぞれ三塁と二塁に進んで、ツーアウト、ランナーは二塁三塁。そしてスリーベースをヒットを放っている岩村新太、タイムリーがあります。外野は極端な前進守備、守ります大宇田吉野連合チーム。ワンストライクから投球は2球目、ピッチャー坂口、アウトコースに構えたキャッチャー、ボールです。ワンエンドワン、守ります大宇田吉野連合チーム。外野は極端な前進守備です。
詰まったあたりバットの先三塁手の中山ボールを一塁へボールがそれたそれたランナー一人帰ってきたもう一人帰ってくる2点を取りました守備が乱れました大根市の連合チームこの間に2点を挙げました7回の表西大和バッター今野の打球はバットの先ボールが変則的になりました記録はエラーです坂口がそしてキャッチャーの田中がそしてさらには今一塁キャンバスへ滑り込んだバッターランナーの今村がそれぞれ力を出し尽くしますメガネを拭いてそして一塁のキャンバスに立ちますツーアウトランナー一塁2点を挙げました7回の表西大和バッターボックスにはピッチャーの川口いい当たりレフトまでヒット今日先発そして現在レフトに入っている川口ヒットを放ちましたツーアウトランナーが一塁二塁と変わっています9番ライト井戸君そしてライトに入っている井戸ですはストライク相手に隙があればそこをついていきます熱戦になりました初日の第2試合ですアウトコース臭いところをつきましたがわずかに外れたワンエンドワンです現在レフトからライトにポジションを変えているラストバッターの井戸亮太井戸は今日4回目のバッターボックスフォアボールと相手のエラーさらには送りバントがありますツーアウトランナー二塁一塁です今村と川口が塁上バッターボックスには9番の井戸亮太7回の表西山との攻撃ですバットの先ファールになりますその後中押し点は4回3点をリードしていましたが5回に西山と追いつかれましたそして6回に追いつかれましたそして7回2点を挙げてなおも追加点のチャンス一度追いつかれましたが突き放しにかかります西大和学園ですバットの先ファウルですツーアウトランナーが一塁二塁フルカウントです次の投球が7球目キャッチャーの田中が向かってこいと指示を送りましたランナーは自動スタートになります引っ張った三塁線ファウルですベンチからやや早いという声がかかって笑顔でうなずいて右バッターボックスに入っています井戸亮太投球は8球目どうだいい当たりだ抜けていったセンター前のヒットさあランナーは1人帰ってきたボールが後ろにそれている2人帰ってくる川口も帰ってきましたさらに2点を挙げました7対3です ややタイミングが早いその指示にうなずいて今度はセンターに返していきました井戸亮太
ショート山本聖奈、その差が4点となりました。なおもツーアウトランナー二塁、バッターボックスには山本です。セカンドランナーはタイムリーの井戸、近めピッチャー正面、坂口が丁寧に一塁へ、ランナー二塁に残塁。しかしこの回エラーとタイムリー合わせて4点を取りました。7回の表までゲームが進んで7対3、西大和学園高校が4点のリードでこれから7回の裏、大浦吉野連合チームの攻撃に入っていきます。